はいどうも、あっ、炎上です。じゃあ、今度はね、太郎・山本さん、ね、れ、え、い、ー、新選組。そうそう、なんか最近ね、こうちょっと気づいたんですけど、この、なんでこの人たち、れい新選組、なんで新選組語るのかなって、ずっと不思議だったんですけど、この人、大河ドラマに出た時新選組でこの出てたんですよね。確か、誰役だったかな。多分それから来てるのかな。なんかよっぽど楽しかったのか、なんだか分かんないですけど、あこれだと、俺はこれで行くんだ、みたいな。 多分それでなんか語りだしたんじゃないのかなってちょっと思ったんですけどね、うん、あのなんだっけ香取慎吾さんがこのえっ、ー、となんだっけな、うん、近藤さん役やったやつじゃなかったっけあれ NHK だよねであの山本さんとかさあと藤原さんとかさ結構今思えばそうそうたるメンバーじゃなかったかな小田切丈さんとかも出てなかったっけ、うん、に太郎山本さんも出てたんですよ 何役だっけちょっとそこまで覚えてないんですけどそうそれで何かおじゃあ一丁新選組みたいなまあおそが本当かどうか知らないですけどね、うん、でそんなね太郎山本さんがね今度何をい、ね、言い放ったかっていうと、えー、新卒採用が全てみたいなこの国でえそうなの、えー、その時失敗した人たちはいつ人生挽回できるんだよ これを言われて、誰かそうだそうだ、うわーってなるやついるん <laughs> 新卒採用が全てなの僕もどっちかというと、ね、この学生の頃ね、あの学校途中でやめてるから新卒採用、滑った派ですけどね、滑ったも何も、あそもそもなんかそういうルートにはいかなかった側なんで、そうかな、新卒採用が全てなのこの国って、今。 それどっちかって言うと半島じゃねえのねえ大学受験ねえいい大学に出てねこの財閥企業に入るねそうじゃなかったらもうなんか当あのチキンオアダイみたいな日本そんなになってないだろ別にえ別にこの新卒採用でこ,この人が言ってんのこの大卒大学4年生の大学のこと言ってるんだよねうんなんだろうなんかコンプレックスこじらせてるのかなこの人 別に中卒だろうが高卒だろうがさ大学中退だろうが専門だろうがさ結局その人次第なんじゃないのむしろなんかこの一応日本で最高学府とされてる東京大学の何かしら出たところで、ね、何にもものにならねえやつだって普通にいるじゃん、うん、で新卒採用が全て、うん、やっぱなんかこの人はこの学歴とか職歴とかっていうところでなんか,かあるんだろうね 失敗,失敗も何もないと思いますけど結局はその人次第だと思いません、うんね、僕なんかが偉そうに言うことじゃないですけど、まあ、僕の場合、まあ、僕の個人的な話をさせていただくと僕は,あは、ね、一応この私立の4年生の大学に、ね、この高校の時の進路指導の時に、ね、三者面談でいや大学に行きたいっていうことを親にまず相談した時に「えお前勉強嫌いだろ?」 高校出たら働くと思ってたんだけど、まだ勉強すんのって普通に親父にびっくりされたんですよ。<laughs> そんなもんだったんで、うん。で、いや、ちょっと大学行きたいんだよって。うそんみたいな。まあでもまあなんか説得してね。うん、まあ今思えばね、うん、そうは言っても、うん、一人息子が言うんだから、なんとかしてやるかっ,つって、うんあの。でもただ、 約束させられてね、とりあえずその入学金と1年次の学費は貸してやると、必ず返せと、大学に通いながらバイトでも何でもして、ね2年目以降の授業料はてめえでどうにかしろっていう、そういう約束のもと、それでも、ねどうしても行きたいってうんだったらそれぐらいできんだろうっていうことで、分かった、ありがとうっつって、う、ん で実際に在学中、まあ、結局4年通って、ね、途中で辞めるっていうなんかわけのわかんないことをやりましたけど、僕はね。うん、っていう、なんかその入りがね、うん、結局、この親に金借りてまでして生かしてもらったのを、うん、結局、途中で考え変わって辞めちゃったもんだから、そういう意味では親には申し訳ないことしたなと思いますけども、ずいぶん、ね、後になって、ね、そのことも謝りましたけどね。うん だから今後悔がもしあったとすればそこですかね、で別にそのせいでもう人生全部台無し失敗したなんてことは、ねこれっぽっちも今もって思ってませんけど、うん、多分なんかこの太郎山本さんが個人的になんか、うん、なんかあるんじゃないの、自分の中で。うん、別に中途採用だって、別にてえ転職サイトとかって大にいわいじゃんな。うん ね、仕切り直しなんて本人次第でいくらでもできると思いますけども、うん、あそうそう、ねこのなんかだまあ、また僕の個人的な話になりますけども、まあ、大学辞めましたと、うん、で、えーまあ、多分なんだろう、まあ、一発親父にぶん殴られるくらいのことを覚悟して、ね、一応自分でこの言ったわけですけども、えー、なんか逆に心配されて。<laughs> ちょっとそこでびっくりしたっていうかね、でなんかこの手紙をもらってね、うんまあ、なんか、うん、順風満帆だろうと、うん、なんやかんや大学途中でこ、それがね、なんかね当時、なんかあの親父がなんかその新聞の,この折り込み広告の要は片側、裏側、方向がプリントされてない方に白い、なんかメモ用紙に使えたりするような、なんかそういうこの紙が挟まって。 かかりますかね、まあ、僕ももう自分で、ね、社会人で1人暮らしとかするようになってから新聞なんて取ったことないからもう忘れちゃいましたけども当時ねあったんですよそういうのはねでその裏になんかね鉛筆で書いた手紙をなんかね渡されてそれね が良かかっっっったたんんすけどどっかやっちゃったんだよな引っ越しの時に持ってったと思ったんだけどどのタイミングでなくしたかちょっと忘れちゃったんですけどね、まあ、ちょっとねなんか感動するようなでも広告の裏かって <laughs> それでこのなんか笑いも取りに行くっていうなんかあれは今思えば親父なりの,このセンスじゃねえのかなって、うん、ちょっと思いますけどね、うん、だからまあ結局は、ね、本人次第でどうにでもなるだろう、うん こんなもんでなんかそうだそうだってまあ信者はそうなるんでろうけどねうんであとなんかねまあそれと一緒に、まあ、ちゃんと反日売国発言もしてるんですよえっ、ー、と学校近くの騒音問題で原因を作ってる組織は米軍と言いますみたいないやおめえらの方がうるせえよ <laughs> マジでおめえらの方がうるせえよ、うん、まあなんかあれですかね まあ、ある委員会で、うん、もう細かいことはもうなんか、結局こいつらはね、こびかんこび中、反日売国税、うん、もう正体もうばれてるからさ、うん、日本のために、ね、この考えて、ね、仕事をするやからじゃないんでね、うん。え、そうじゃないですか、そう思いません、うん、こんなもんになんかこのね、あのいいようにこの転が踊らされてさ、 うん、そうだそうだ、ね、太郎・もうとしか総理はいないみたいなこと言ってるやから、もうアホとしか言いようがないですよね。うん、ということで、ね、まあ、これ気になる人は、ね、あのご自身で調べて、捜査当たってみてください。<laughs> しょうもなとしか思えないですけど、あちなみにトースポかな。はい以上解散